飲食店などで廃棄される前の食材を消費者がお得に買えるサービスを姫路市が始めています。サービスを利用している市内の飲食店などを取材してきました。姫路市中央卸売市場にある青果店中安青果合同会社、全国から集めた新鮮な野菜や果物を販売しています。はい、予約されてた直子さんですね、はい、はい、ありがとうございます。1080円ですね、はい、客のお目当ては野菜の詰め合わせセット。国産野菜が11種類入って1080円と格安です。もうすごい新鮮だし、どれもいい状態のものなので、かなりお得に買えてよかったかなってどうしてこんなに安いんですか？あ、それはですね、例えばこういうみかんでしたら形の大小があったりとかですね、多少皮目に傷があったりとか、こちらのごぼうでしたらちょっと太すぎるとかですね。あ、これごぼうなんですか？ごぼうです。太いんですけどね。でもお得ですよね。食べがいがあって本当は美味しいんですけども、流通外品としてこういう商品は入れてます。客が手に持っているのはスマートフォン。姫路市が去年3月に始めたサービス、売ってこ買ってこを利用しています。売ってこ買ってこは売ってエコ買ってエコという意味で、食品ロス削減を目的にしたアプリです。利用方法は簡単。飲食店などが規格外や賞味期限が近い商品をサイトにアップし、それを見た消費者が気に入った商品を予約し、直接店舗まで取りに行きます。店側も利用者側もアプリの利用料はかかりません。流通外の商品のはけ口っていうかね、それを喜んで買っていただける販路ができたというところでは助かってますね。お互いがウィンウィンの形で。スーパーだと行ってから値段が分かるけど、ここだと最初から値段も分かって、で欲しいものだけ予約できるっていうのが結構いいかなって。すごい助かります。芋好き？さつまいも？焼き芋。焼き芋する？サービスを考案したのは姫路市。食品ロス削減のアプリを取り入れたのは全国の自治体で初めてだといいます。サービスを始めてからおよそ10トンの食品ロス削減に成功しました。今ではこの取り組みが評価され、長崎県や山梨県などにも活動の輪が広がっています。食品関連事業者を支援したいので、この情報を知らないところには当然情報をお伝えしながら協力店になっていただいて、食品ロスを減らしてもらった上で売上増に貢献したい、姫路から日本の食品ロスを絶対減らしたいと思っております。学校や飲食店に食品を卸している尾上株式会社。学校給食などで余った食品をサイトに出品しています。新型コロナの影響もあり、商品の在庫に悩みを抱えていたといいます。発注の段階である程度はちょっと考えてしないといけないんですけども、こればっかりは急に学校封鎖とか閉鎖もあるので、そういうのもあるとやっぱりちょっと数が読めなくなってしまって、こういう商品がどうしても出てしまう。食品をアプリに載せる際、出品する側は何に気をつけているのでしょうか。手順は簡単で、商品を撮影し、値段や賞味期限を書き込みます。そこに食品ロス削減量の情報も付け加えられます。見る人に分かりやすいよう工夫も欠かしません。いろいろなおかずを少しの量で食べやすく使い切りタイプっていう形で載せさせてもらっております。伝わりやすかったらいいかなって形で考えてあげてます。
飲食業界だけでなく観光業もコロナで苦境に立たされています。姫路名物のアーモンドバタートーストを朝食メニューに出しているこちらのホテルも姫路市のサービスに活路を見出しました。いただきます。おいしい。アーモンドの香ばしい香り、本当にこうリッチな朝食です。これは新型コロナの感染が急拡大し、今年に入ってホテルクレール日笠でも宿泊予約のキャンセルが相次ぎました。1月になりましてキャンセルがちょっと相次いでおりまして、朝食の、ね、数もちょっとお召し上がりいただく方も少なくもなってきまして、そこでアーモンドバターの商品化に踏み切り、先月初めてサイトに出品しました。トーストに塗って焼けば家でも簡単にホテルの味が再現できます。通常よりも3割から5割引きの値段で購入できるお得さもあり、すぐに売り切れるほどの人気です。売ってこ買ってこで予約した商品受け取りに来ました。はい、ありがとうございます。はい、ではこちら商品でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。受け取りできました。アプリを運営する姫路市も今後のさらなる展開に期待を寄せます。こんな感じですか。とても反応が良くって、はい、最初ね 50% オフに設置すると、はい、もうすぐ売れました。やっぱりね、お得感いうのは皆さん大事で、はい、食品ロスに貢献するイコールお得に買いたいいう方がいっぱいおられるので、せっかくの、まあ、この機会にちょっとお休みにねお買い求めいただけるんで、私どもの味をご家庭で味わっていただければというふうに思っております。売っても買ってもお得なエコ活動、売ってこ買ってこ、皆さんも今日から始めてみませんか。